はいどうもこんにちは、解剖チャンネルの解剖です。今回は福井市日の出一丁目にあるお店にやってきました。それがこちらの砦、 JR 福井駅の近くにある中華レストランです。お店の中はこんな感じ。メニューはこんな感じ。今回はこちらの焼き飯とピーマン肉炒めをいただきます。というわけでまず最初にピーマン肉炒めがやってきました。ピーマンのほかいろんな野菜がたっぷりと入っております。いただきます。人参の赤にお肉の茶色、そしてピーマンの鮮やかな緑が合わさって食欲を刺激してきます。それでは一口。豚肉や野菜から染み出た旨味とタレの優しい甘さがマッチしながらピリッとした辛さもあってとても美味しいです。よく見ると豆板醤らしき赤いタレがかかっていました。ピリッとした辛さはそこから来てるんでしょうね。解剖辛いの大好きなんでこの組み合わせはナイスです。こちらの炒め物いろんな野菜が入っておりまして、人参、ネギ、もやし、舞茸も入っています。見た目的にはチンジャオロースっぽいですが、いろんな野菜が入っていて辛さもあるのでなんだかユニークな味に仕上がっている感じがします。特に舞茸がお気に入りです。続いて焼き飯。綺麗な青色のお皿の上にこんもりドーム型の形で盛り付けられております。このまん丸い形をレンゲで崩すとき、ちょっとだけ罪悪感を感じるのは解剖だけでしょうか。それでは一口。こちらの焼き飯もいろんな野菜が入っていて全体として優しい感じの味。油っぽさは控えめでホロホロとした食感です。こちらの焼き飯にもピーマンが入っていて鮮やかな緑が食欲をさらに刺激します。中華料理を食べていると料理の彩りって本当に大事なんだなぁと改めて思うことが多いですね。ちなみになんですけど、解剖家でもちょこちょこ料理するんですが、覚えている限り一番最初にフライパンを握ったのが父親が昼ご飯にチャーハンを作るのを手伝った時だと思います。父親のチャーハンレシピでは玉ねぎのみじん切りを最初に炒めることになっていて、それをやらせてくれたんですよね。父親のチャーハンの味はいかにも家で作る感じのチャーハンって感じの味で、ものすごくうまかったとかっていうわけではありませんが、今でもね、家でチャーハン作って食べたり、こんな感じでね、お店で焼き飯とかチャーハン食べてる時にふと思い出したりするんですよね。解剖の料理体験がチャーハンから始まったのだと思うと、なんだか特別な存在に思えてきます。そうそう、こちらの焼き飯にはスープもついてきます。解剖の中では町の中華料理屋さんのスープといったらこの見た目なんですよね。優しい醤油っぽい風味にほんのりとした酸味が効いていて、とてもほっこりする味でございます。
本日の雑談コーナー。いやね、こちらの雑談コーナーのネタって、この雑談コーナーの録音をしようとした時に、何喋ろっかなみたいなね感じで考えることが多いんですけど、まあ、最近気づいたんですけど、そうやってね、こうよしネタ考えようと思ってね考えると、なかなかねこう思いつかなかったりするんですよ。で、逆にね、なんかこう日常の中のこうふとした時にね、例えばなんか掃除してたりとか、なんかちょっと買い物行ってたりとかする時に、あ、そういえば昔こんなことしたなとか、そういえばこの前こういうことがあってこういうふうに思ったなみたいなのをね、思いつくことが多いですけど、まあそうやってね思いつくのはいいんですけど、すぐ忘れちゃうんですよね。ちょっとね、時間が経つとすぐ忘れちゃってですね、あ、さっき何思い出したんだっけみたいなねことで、ちょっとモヤモヤすることが結構ありましてですね。なので最近はね、スマホのメモアプリでね、思いついたネタをねメモするようにしております。まあ、こうするとね、後でこう見返して、ああそうだそうだ、そういうネタ思いついたなっていうのをね思い出せるので、まああとよく忘れるといえばね、気になったグルメのお店なんかもね、こうすぐ忘れちゃうんですよね。検索してて後で見返そうと思って、なんか例えば SNS とかで見かけたお店とか、ちょっと街でちょっとね車走らせている時に見かけたお店とかもね、後で調べようと思ってもね、すぐ忘れちゃうのでね、最近はね、そういった気になったお店とかもメモしたりとか、あと SNS とかで見かけた場合にはね、スマホのねスクリーンショットを使ってね、画像を丸ごと保存してですね、後で画像を見返して、ああそういえばこのお店チェックしてたなとかっていうのをね、思い出したりとかっていうことをやっております。でも本当にね、もうすぐ忘れちゃうんですよね、いろんなこと。アイデアとかもね、思いついた瞬間に忘れてるとかありますからね。あ、これ今度やってみようって思ったら、なんか1分後ぐらいにさっき何考えてたっけみたいな。でね、めっちゃそのなんか思いついたっていう記憶は残ってるんで、すごいモヤモヤするんですよね。あと、解剖昔から結構物忘れが激しくてですね、ゴミ捨てようと思ってね、玄関までゴミ袋を持って行ったのはいいんですけど、靴履いて玄関のドア開けたらもう忘れててですね、そのまま玄関にゴミ袋置きっぱなしみたいなことが結構あるんですよね。もうこれはなんか直す方法とかないんですかね、もう。本当に地味にね、結構困ってて、どうにかしたいなと思ってるんですけどね。まあよかったらね、最近の皆さんの物忘れエピソードなんかがありましたら、コメントでね教えてください。というわけで、砦さんのピーマン肉炒めと焼き飯をいただいたわけですけれども、どちらもいろんな野菜が入っていて、いかにも町中華らしい優しくてほっこりする美味しさで、解剖大満足でございました。気になった方はぜひ行ってみてください。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。もしも動画が面白かったらコメント、と高評価、チャンネル登録よろしくです。